肉体と結びついている間であれ、肉体から分離した後であれ、魂はそのペリスピリトから離れることはない。人類は自然の法のすべてを知るにはほど遠い。もしすべてを知っていたのであれば、それは高級な霊である。その原因が知られないとき、最も単純な事柄も恐ろしいことになってしまう。人は道徳的に向上すればするほど、前例を自分に引きつけることになる。心に訴えかけよう。そうすれば真剣な改心者の数を最大にすることができる。同じ事実の普通の条件から遠ざからないように。なぜなら、悪条件下で示されたとき、信じない者たちを納得させるどころか反論の論拠を与えることになるからである。継続的に美徳について話す者が、それを最も多く有しているのではない。